はい、サブチャンネルでございます。こんにちは。皆さん夏休みいかがお過ごしでしょうか。私もね、ちょっと待っててくださいって出て、はいはい、私どもポンスが夏休みに入って、ねえねえねえ、マイキー、でも毎日私はマイキーが好きですって、ポンスマイキー呼びたいと思いますって言っといてね。分かった。さ、入りの部分はママが取っとくからちょっと待ってて。はい、夏休み入りまして、ポンスとね、福丸と結構家族でもう揃って行動してるんですけど、もうね、1学期も終わったんでね。で、なんか東京リベンジャーズの実写版見に行ったりとか、でもうね、ポンスはね、もうマイキーにハマりまくってハマりまくってしょうがないの。もうね、ずーっと言ってる。こん中に、パーノたちやられてんのに、迷惑だって思ってるやついる？いねえよな。ずーっと言ってる。なあ、ケンチン。言ったらもう、なんだよ、タケミ。なんだよ、マイキー。言わなきゃいけない。あ、まだ呼んでない。まだ呼んでない。間違えてる。ずーっとこれです。ということでね、ご紹介してくれと、本人から直々にお願いがありましたので、紹介したいと思います。それでは、ポンスマイキーくんどうぞ。セリフをお願いします。どうもマイキーです。今日ははい、なんだっけ、フルーツ飴とうんカレーを作っていきたいと思います。イエーイ。さあ今日は夏休みだからさ、ママのお手伝いをしてくれるんでしょ。で、ポンスマイキーがお手伝いしてくれるということで、夕飯の支度をね、今からしようと思うんですけど、今日はもう作りやすいようにポンスもカレー、ポンスじゃん、ポンスマイキー、あ、ポンスマイキー、すいませんそう、ポンスマイキーも今日は作りやすいようなメニューでね、カレー作ります。指パッチンも覚えてますね。あ、なんかいつの間にかカレーと、で、デザートにフルーツ飴を作りたいというので、じゃあフルーツ飴も、作りたいと思います。ということでね、買い物にこれから行きましょう。じゃあそれでは買い物に早速行きましょう。レッツマイキーなんかもう仕切り上手くなっとるやん。今日のルック、こんな感じ。イエーイ。よし。これで行こうぜ。これで、行ってきまーす。行ってきまーす。今、お外にいまーす。イエーイ。どうですか？夏休み入って。楽しい？楽しい。昨日何やったんだっけ？トマルと、一緒に、風船で遊んだの。それ楽しかった。あっつー、なんだこれ。はい、ここ。あ、日陰だね。ねえねえ。ん？あの、うん、東京リベンジャーズの歌、うん。東京リベンジャーズの歌流すの？うん。出たよ。名前を呼ぶよ。毎回。名前を呼ぶよと名前を呼ぶよって流して、それを携帯から流していつも小さい音でね流して散歩してます。ってことで買い物行ってきます。 This is こちらですね、カレーのルー。まずカレーのルーを入れましょう。はい、甘口だね。何がいいでしょうかね。はい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 、買ってきましたよーっと。お待たせいたしました。お待たせじゃないんだな、生放送じゃないんだから。今ね、ポンスと買い物を終えて帰ってまいりました。カレーなんでめちゃめちゃ簡単なんだけど、ポンス寝たんだよね。ちょっと見て、
まあ、作らせてあげたいんですけど、でも本当に今作らないと夜ご飯ないんで、ちょっと今作ります。多分そのうち起きてくると思う。もう起こすのもさ、かわいそうなんだよね、こっちとしては。さあ、それでは早速やっていきましょう。すごい斜めってる、斜めってるやついるって感じ。やばい、一人で言ってきてもらってる。カレーの玉ねぎは小さい方が私は好き。なんかトロトロになっちゃってくれちゃって大丈夫って感じだよね。いや、私の夏休みの思い出なんか話したいんだけど、なんかないかな。夏休み、あ、でも学生、あれ何歳の時だ、高校2年生の時かな。高校2年生の時に、うちずっとお父さんが単身赴任してたんですよ、中学の時。中学の時っていう発音。中学の時からお父さん単身赴任してて、で、私はね、あの、小学生の時は、すごい受験勉強を強いられてたんですよ。中学受験するために。結局親の転勤で中学受験もなくなって、小学校の時に死ぬほど勉強したのに受験もなくなって、もう最悪だよって思ってたんだけど、とにかく小学校の時はね、もう私の記憶は勉強しかないの。中学校はね、小学校で蓄えた知識だけでもう成績トップで入れたのね。だって高校入るじゃん。で、高校入ったらパパがね、もう、単身赴任してる、始まったから、でね、私に干渉してこなくなったの。やったーみたいな。夏休み家遊べるみたいな感じで思ってて、高校生の時とか、高校1年生の時は、結構もう、勉強なんてもうほぼしない。まあ、高校1年生の夏はさ、まださ、なんかそんなさ、なんだろう。そんな、なんだ、仲良い友達とかもそんないないし、まあ、ちょっとなんか、こんにちはみたいな感じでプロペ通りで、夏祭りちょっと遊ぶくらいだったの、なんか思い出があんまないぐらい。で、高2よ、高2の時にね、やっと、仲良い友達もなんかできてきて、青春みたいなことをしようとしててさ、で、その時も、夏祭りでさ、夏休みの宿題がさ、あったんだけど、私宿題とか本当にやりたくなかったから、やらないで祭りに行ってやろうと思ってたの。そしたらなんとね、単身赴任してたお父さんが帰還したの。我が家に。で、聞いてたわけじゃん。おーいーみたいな。もう、こっちはもうパラダイスにしようと思ってたのに、お父さん帰ってくるってなって、最悪、遊び行けないじゃんってなるわけよ。でも、どうしても私はもう行きたかったの。で、夏休みの宿題が終わってれば、まあ、行っていいよとはなってたのね。その祭りに。で、その時仲いい友達3人で、女3人で行こうと思ってて、もう楽しい楽しい、もう思い出、思う、想像が繰り広げられてたわけ。ああ、もう楽しみ。もう最高最高って思ったら、もうお父さんがその日、学校から帰ってきた時だったっけな、なんか、夏期講習かなんか夏休み講習かなんかわかんないけど、なんかから帰ってきたらお父さんが家にいたのね。で、なんか、あーちゃんどこ行くの？俺だから、お祭り行く友達とって言ったら、なんで？勉強してないじゃん。宿題終わってないじゃんって言われて、もう私その時、もう大人になってるから、高2で。高2でもすでに大人になってるっていう意識じゃん。私もうパパの言うこととか聞かないから、みたいな。宿題なんて後で帰ってきてからやればよ。お祭り行くからって言って、めっちゃ生意気な口を聞いたの。そしたらね、うちのお父さんがブチギレ始めて、なんかダメだよ、ダメだからねって真顔で言ってきて、詰めてきて、はっって思って、もう待ってるから友達がって言って、めっちゃキレて、私も宿題なんてやんないとか言って、もうそこでヒートアップしちゃって、絶対行かせないみたいな感じでお父さんがなんか庭の門をこうやって塞いでき始めたわけ。そしたらお父さんが私のことをね、ちょっとこう、なんていうの、遠くにこう押したのよ。行こうとするから、お父さんがって、やめろみたいな感じで、うちがお父さんが私のことをこうやって押したの。そしたら私はもうブチギレ、ギャルだからさ、ギャルのなんかちょっと不良に憧れた、なんか極戦とかさ、あのルーキーズとか見てちょっと影響されちゃったなんか男子高生みたいないるじゃん、男子学生みたいな、なんかああいう感じの私学生だったから、なんかとりあえず家のドア蹴ろうと思ったの。バカだから。とりあえず威嚇すれば行かしてもらえるんじゃないかなと思ったから、家の扉蹴ろうと思って。なんか、
ボーンって蹴ったの。何にも見てないで、ただ足をがむしゃらになんかポンってやったのよ。そしたらね、ちょうどその扉の真ん中ら辺に、こうなんか透けガラスみたいな部分があったわけ。全部木じゃなくて、真ん中だけガラスみたいな、わかる？なんかこう透けてるみたいな風になってたのよ。で、ちょうど私はそこの部分を蹴っちゃったの、ガラスのとこ。で、もうポーンって蹴った次の瞬間には、足から血が出てるわけ。かかとから。かかとで蹴ったから、こうやって。そしたら、もうかかとがパカーンって割れて、もう、ここに、こうやって、ガラスがこうやって刺さってんの、見たら。ピッて。みたいな。かかとにガラスがこうやって刺さってて、えっ？ってなって、もう自分でもズワズワってなって、でお父さんもさすがに、うわみたいになって、パパは私のこと大好きなんだけど、なんかそうやって、なんかこう、しつけみたいな感じでやっちゃうのよ。今すごい仲いいんだけどさ、その当時はそんな感じでさ、で、もう、血が出た瞬間、もうパパはもう、大丈夫かみたいになって、あ、じゃあ大丈夫とか言って、そっから、救急車呼んで、もう泣きながら、もう、痛いとかじゃないの、もう、悔しいの、絶対だってもう祭り行けないじゃん。かかとにガラスが刺さったんだから、もう夏祭りに行けなくなったことが確定したわけ。もうそれが悔しすぎて、もうそっからもう泣き崩れて。私はもう救急車の中から、お母さんに電話してもらって、もしもし、あやなが今救急車に運ばれてるの？ってお母さん真顔で言ったら友達爆笑してんの。えとか言って。いや、最初は爆笑しないけど、もう説明したら爆笑してて、なんか、でも私もなんか電話変わって、もしもし、なる？ごめんね。救急車で運ばれてるとか言って。ねえ、大丈夫？とか言って。うん、大丈夫。祭り行けなくなった？とか言って、めっちゃ泣いて。もう友達も、なんか泣いてんだか笑ってんだかわかんないけど、多分笑ってんだけど。もう大事にしてね、とか言って。私結局その祭り一人で置いてかれてさ。かわいそうでしょ、私。もうお父さんのこと超恨んだから、その一年間ぐらい。そんな思い出もありました。ちょっと待ってくださいね。ちょっと話しすぎちゃって料理が全然進んでないんですよね。ああマイキー、やばい、マイキーが起きた。マイキー今カレー作ってるよ、カレー。起きた？おはよう。めっちゃ寝た。めっちゃ寝た。じゃあさ、もうお野菜切ったから、アクもちょっとしか出てないからさ、もうルー入れてくれる？ルーってどれ？ルーこれ。はいよ。はいよ。お願いします。はーい。はーい。じゃあ、今沸騰したから、ここにルーを、見て。はい。これ全部一個ずつ入れてください。ママが溶かしていくから、ポンさん一つずつ入れて。ちょっと待ってね。待って。はい。ポリョって取って。はい、入れてください。はっ。気をつけてね。熱いからね。この鍋に触っちゃダメだよ、うん。はい、もう一個入れてください。カレーだよ。甘口カレー。じゃあ、ポン酢は、うん。あそこで持ってます。え？一緒に作ってくれないの？ちょっと後で来る。あ、わかった。今ね、こんな感じです。どれ？どう？じゃん。あ、カレーっぽい。カレーやねん。カレーっぽいっていうか、カレーなのよ。カレーっぽいでしょ？すみません。すみません。はい、何ですか？私、お水飲みたいです。あなた、お水飲みたい。なるほど。それでは、こちらをどうぞ。こちらで。はい。見て、ファンの人が作ってくれたんだよ。くれたの。ポン酢って。ぐい！水ぐい！ちょっと今日ね、久しぶりの動画が上がる日でした。いやー。こうやってね、コメントを見るのがね、もう私はもう癖。嬉しい、やっぱり。カレーできました。もう、そうそう、ちょっと、今白米炊き忘れてたから、白米だけウーバーイーツした。ついでにちょっとステーキも頼んでしまうという。ということで、白米とステーキが来るまで、またちょっと待ちたいと思います。はい、出来上がりました。ポンス先生、お待たせしました。ちょっとポンスくんだけ先、もうお腹空きすぎちゃったんで食べさせていただいて思います。
ポンスもさ、ルーをポンって入れたからいつもより美味しいかもね。じゃあちょっと感想教えて。どうぞ。熱い。どうですか、ポンスさん。美味しい。美味しい。まあ、ほとんどね、あれだけど。人参もちゃんと。えらい。ポンスも最近はめっちゃもう口が立つようになってきたから、昨日大喧嘩したよね、ママと。何でよ。喧嘩したじゃん。覚えてないの？チキンの取り合い。チキンで超喧嘩したじゃん。ね、なんで喧嘩したんだっけ。ママが2個食べた。そう。ママがポンスのチキンをね、じゃあ私のチキンが5個あって、でこっちの味を1個食べたいって言ってきたの。だから、あ、じゃあそっちのチキン、私の方が少なくなっちゃうから、じゃあそっちのチキンもちょうだい、絶対余るから。絶対余るから、じゃあ1個交換しようって言って、私が、その、ポンスのとこにあったチキンを半分こうやって食べやすいようにちぎってあったから、その中で2かけら取ったの。そしたらもう、そっからもうずっと怒って、ね。ママ、あのさ、トミーのさ、音楽流したママが、笑った。そうなんだよね、それ怒ってたらポンスがね、トミーの音楽を流したんだよね。そこで、なんかもう、めっちゃポンスに何で2個食べんなとか言って怒られたから、だから、ママは1個あげたから少なくなっちゃうでしょとか言って、2人でね、喧嘩してたところにティルリルリンティリリリリティリリリリって流れたんだよね。気づいたら夕暮れでってね。それで仲直りしたんだよね。トミーのおかげで仲直りしたんだよね。え、ポンスいただきますしたっけ。してない。ポンスいただきますして。ごめん。いただきます。ちゃんとちゃんといただきます。はい、いただきます。最近進撃の巨人だった、東京リベンジャーズを全部あの漫画で見終えて、今進撃の巨人にめっちゃハマってる。ポンスはマイキー好きだし。そうなんだよね、ポンスマイキーだもんね。だってね、もうなんか危ないからやめなって言ってんのに、こうやって絶対ポケットに手を突っ込んでこうやって歩くっていうのが癖になっちゃったんだよね。パパがいつも怒る。ね、パパがそれで怒るんだよね、危ないよってね。だってここに手突っ込んでたらさ、転んだ時にさ、頭からガーンって転んじゃうんだよ。でもいい、ハッてこけるの、避けるからさ。大丈夫なの？ポスマーキーとアヤマンドラケンとパパと竹道と一緒にプールを行ったんですよ。プール、ね、プール行ったんだよね。それででっかいプールと僕が水の中に落っこちて、で耳に入って泣いた。浮き輪からポーンって落っこしたんだよね。行くよ、出て、うん、うわすごい。ちょっと落ちちゃ、落ちるよ。あ、うん、おー、全部食べた。もう一杯食べれる？もういらない？お腹いっぱいになった？よかった。なんて言うんですか、食べ終わったら。ごちそうさまでした。はい。はい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 。いただきます。東京リベンジャーズ、東京リベンジャーズ。そう、マジでね、はい、今ね、いただきます、いただきますしてます、食べてるんですけど、うん、うまい。うまくない？うん、ね、うん、何？ないはい。何それ、こっちのセリフだよ。なんか最近水が、あ、ねえ、てかさ、私さ、ずっと言ってなかった、てかさ、なんか慢性的に
今年なんか下痢が続いてて、本当突然下痢の話して本当申し訳ないんだけど、ずっと、もうずっとお腹が下ってたので、何しても治らない。てか何が原因か本当に分からなくてさ、今月ぐらいから、今月の頭ぐらいからなんかちょっと痩せようと思って、なんとなく小麦抜こうと思ったの。グルテンフリーダイエットってあるじゃん、麺とかパンとか食べないで和食中心にする生活あるじゃん。あれにし始めたらマジで下痢がピタって止まったの。めっちゃご飯食べるとすぐお腹下してうわーってトイレに駆け込む感じだったのに、毎食しかも、それがすごい辛くて、個人的にそれがグルテンフリーにしたらなくなって、カズトラ、カズトラお眠りなんやねんそれなんやねんそれ、ボサボサになる。あ、ごめん。だから今度はなんかこの年になって体質が変わっちゃったのか、なんか子供産んでから結構なんか二人目産み終えてから体の不調が超多くて、突然体って変わるんだね。ねずこ入られました。あ、タトゥー入ってます、シールタトゥー28でさ、タトゥーシールワクワクしてるのちょっとウケるよね。サラダうまっ、まだ食べてないけどチョコボールね、ママのチョコボールじゃん、だからそれねえ、なんでママのチョコボール食べんの。ママがそれデザートに食べようと思って買ったの。アレルギー検査とかもう一回した方がいいのかなと思った。私も大人になってから果物アレルギーになった。マジ、あ、そっか、急に。はい、どうぞ手貸して。はい、どうぞ。はい、どうぞ。今はいらない。絶対に。今はいい。ママ、面白いな。なんか、星を見上げて星綺麗だなって言うみたいに面白いなって言ってくれたね、ママのこと。ママ、面白いな。カッパ？カッパーク食べる？嫌いなんだよね。グイ、小麦グイ、葉っぱグイ、マイキーグイ、マイキーにグイとか言ったら殴られるよ。あ、うるせえよ。ごめんなさい。ごめんなさい。最近さ、ポンスさ、うるさグイ、うるさグイやよくて、最近ポンスさ、髪の毛なんでそんな風にしてんの、こんなセットしてんの、毎日朝起きて。髪の中のペアマットなので、超ずっと気にしてんだよね、うん、ずっと鏡でもう30分ぐらい、うん、ここがピョンってしてる、ここがピョンってしてるとか言うね、うん、髪の毛の1本がピョンってちょっとアホ毛みたいなピョンって出てるだけで、こことか言って、なんかね、で山田涼介の髪型をこうやって見て、山田涼介だってなってるよって私は見せて、画像を見せて、山田涼介だってアホ毛出てるよって、これかっこいいのがいいじゃんって言ったら、まあいいかみたいな、納得すんの。じゃあここつけて。ごちそうさまでした。4歳ってさ、日々どんなこと考えて生きてんの。人事答えが4歳の男の子すぎ。あー、大丈夫ポンス、モテる男になるんでしょ。モテる男なってる、もう。うん、どう、僕は幼稚園でモテてる。僕は抱っこもモテるし、うん、笑わせることもできるし、うん、手伝いもできるし、うん、いっぱいできる。すごい、モテるってそういう意味だと思ってんのか。かわいい、4歳、物理的なモテるだと思ってる。ということで、ご飯を美味しくいただきましたので、このサブちゃんはこちらで終わりにしたいと思います。やだ、あのフルーツ飴、フルーツ飴はもうちょっとちょろっと作って食べよう、普通に。やだやだやだ、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ